取っ手付きのラーメンストッカーの作り方です。5パックがちょうど入るサイズに作ってみました。このように表布と裏布を同じ大きさに切って合わせているだけなので、とても簡単にできます。ラーメンだけじゃなくてもお菓子や乾物類の整理にもおすすめです。出来上がりサイズは横が11センチで奥行きが20センチ、高さは折り返しを伸ばすと13センチです。出来上がりは10センチぐらいになります。布の縦の長さは同じで、横の長さを広くするとこのように長いものができます。こちらはラーメンが6個入るサイズで奥行きが25センチです。布のサイズはこちらよりも横がプラス5センチになります。材料はこちらです。横33センチ縦38センチの表布と裏布を1枚ずつと、カバン紐を14センチです。これはカバン紐じゃなくても14センチの長さのものなら良いです。取っ手になる部分です。表布の横が33センチになるように置いて半分に折ります。真ん中のところに印をつけて、真ん中から8センチのところに紐を仮縫いします。真ん中から8センチ、ここに半分に折った紐を仮縫いしておきます。ここに仮縫いしました。半分に折って両端を1センチの縫い代で縫います。裏布も同じように横が33センチになるようにして、半分に折って1センチの縫い代で縫います。紐のところは硬いのでゆっくりとミシンで縫います。底のところは後でオチを作るので返し縫いなしで大丈夫です。入り口の方はしっかり返し縫いをして、裏も同じように縫います。縫い代をアイロンで開きます。表も裏もまちを11センチ作ります。縫い代を開いて真ん中から 5.5 センチずつ11センチのまちの線を引きます。線の上を縫います。縫い代を1センチ弱残して切り取ります。布と裏布の表同士を合わせます。裏布だけ表に返して中に重ねます。端を合わせて周りをクリップで留めます。間は横に引っ張って真ん中から留めていきます。返し口の印をつけます。どこでも良いので10センチ返し口の印をつけます。返し口を開けて1センチの縫い代で縫います。返し口のところから表に返します。
返し口のところから手を入れて角をきれいに出します。裏布を内側に入れます。返し口のところも内側に1センチずつ折り込んでアイロンをかけます。周りにもアイロンをかけます。返し口の空きの真ん中あたりから一周端ミシンをかけます。縫うときは裏布を上にして縫います。裏布を3センチぐらい折り返して出来上がりです。